はい、今日はですね、リアルーナの B96M、リールがヤシガニ TW、ラインがですね、デュエルさんの X8 プロの2号、リーダーが同じくデュエルさんのカーボナイロンパワーリーダー30ポンドでいきます。前回ね、アピアの胴羽をゆっくり巻いて、まあ、そこそこ釣れたんでね、30センチくらいの肌とかね、今回も同様にやってみたいと思います。まあ、オープンな場所でちょっと遠投が必要だって時はモンスターショットとかね、ちょっと大きいのを使ったりしていきます。潮巡り的にもしかしたら今日はあの新大陸沖の方に行ける可能性があるんでね、ちょっと楽しみですな。ちゅうわけで行ってみましょう。あー久々感だな釣りは。行ってこーいと、あ、ドラグ締め忘れてた。よいしょ。あ、忘れてた。ちなみにですね、フック、ドーバーさんのフックは変えてます。デコイさんのキャスティンシングルっていうですね、太軸のシングルフックに変えてます。正直言うとフロントテール絡んじゃうんだけどまあ大丈夫かなと思って今ちょこちょこ投げて大丈夫そうなんで、これはあれですね、沖縄界を救うフックになるかもしれない。まあ、もうすぐってもう発売されてるのかな、沖縄はまだ見たことないけど、キャスティンパイクっていうね、太軸のシングルフック、ショートシャンクのものが出るんで、まあ、出たんでか。それがもしかしたら沖縄を救うかもしれないね。沖縄ルアー界を救う、いいシングルフックになるかもしれないんで、楽しみです。早く沖縄に着弾しないから。デコイさんのシングルフックですね、新しい。よいしょ。ちょっとな、北風、北北西の風がね、強いんだよね。ここ北風に強い場所なんだけど、それでも、ちょっときついな。前回はこの辺くらいから釣れ出したのかな。まあ一気にここまで来たんだけど、ほとんど投げないで。ここでちょっとゆっくり攻めてみます。同じパターンでいきます。前回よりもちょっと寒いくらいかな。冷てえや。水がいないのね。いや、サバこれ釣れてるよね。びっくりしちゃったよ、いきなり釣れてた。あれっていう感じだったね。はい、いいサイズの関門肌が釣れました。ちょっとフック使わせて、グリップか。はい、関門肌がちょっとごめんね。釣れました。ドーバー 70F をゆっくり巻いたらね、いや巻いたらというかもう着底と同時にもう食ってました。待ってたんだね、あの辺で。尻尾がスーパーかわいい。よし、写真撮らせてくんねえかな。どこで撮ろうかな、向こうかな。やった。キャスティンシングル太軸なんでね、安心です。そしてシングルなんでね、もちろんよいしょ、逃がすのが楽ちんです。ありがとう。やった。降りました。楽しいな。晴れの予報だったと。ああ、でかかった。俺、スーパー油断してた。ああ、ごめんなさい。やっちまった。何が晴れの予報だよ。何だったんだ、今のは。ちょっとでかかったんだけど。申し訳ない。逆風7メートルくらいありません、これ。向かい風7は言い過ぎかな、6メートルくらい。非常にやりにくいんですけど、潮が引くと正面に大陸が出るんですよ。ちょっとね、今日はそこに行きたくて来たんだけども、厳しいかな今日の潮では。まのんびりね、まだ全然大陸は出てないんでね、待ってみましょうかね。意外にこういったところにいますよね。ほら、いた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 。追いかけてきてるのは見えたんだけどな。乗らんかった。触ってはくれたんだけど。来た。すっげえ遅いな俺のフッキング。寝てんじゃねえのかっていうくらいフッキング遅いな。はい、来ました。さっきよりもちょっと小ぶりな、あ、はいはい、関門肌ですね。あ、ちょっとグローブしててよかった。はい、
タンモンハタでした。とっても可愛い取れないな、さすがに。よし、じゃあ逃がします。シングルフックは僕のグローブに刺さっても安心。ありがとう。逃がすのも楽やった。よいしょ。ラッキータッツでも言ってたけどさ、3巻こういった波打ち際確かによく釣れるよね。だから僕は結構回収はギリギリまでちゃんとやってる。釣れてるのか引っかかったかなと一瞬思ったら魚でした。やったぜー。はい、ちっちゃいかわいい関門旗が釣れました。あー、ごめん、申し訳ない。あー、お腹かかっちゃった、ごめんね。はい、関門旗かわいい、逃がそう、このまんま。よいしょ。じゃあ、ありがとうね。 ありがとう、バイバイ。よし、もうね、ここだいぶ浅いので隆起した岩屋がいっぱいあるんで、ものすごくお伺いしながら巻いてます。この外洋方面は行きづらいのか。あ、なんか来た。あ、外れた。なんか外れた。あ、ごめんなさい。なんか来た。やっちゃった。吸い込まれてるな。危ないな、これは。この下で潮が流れてる。結構早い。この下がね、全部空洞なんだよね。あー、すごい抵抗を感じるな。潮流れてるな、相当。すごい潮流れてる。早い早い。すごくいいんだけど、全然当たりがないし。魚も見えないんだよね、下見ても。釣れてんのかこれ。なんだと思ったら魚だった。しかもちょっと大きいんだよ口なじか、口なじだなよーし。あー、的笛吹きだ。ててかかった。服が俺にかかってる。よし、ギリギリちょっと待ってね、外れそう。あーっね、はい、的笛吹き、かわいい。ヘビーショット65です。尻尾結構手前側にいたのびっくりしちゃったよしよし。というわけでもう一回、ごめんね、ちょっとね、黒い点が消えちゃってるけど、また笛吹きでした。ありがとう。ほいじゃあの、はい、ラインも全然大丈夫だね。やった。